元大阪府知事で弁護士の橋本哲氏、55が8日自身の SNS を更新。厚生労働省が会社員に付与されるパートラ短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件106万円以上を撤廃する方向で最終調整に入ったことに言及した。写真あり、凄す,すぎるメンツの会食ショット。 勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくす方針。週の労働時間が20時間以上あれば、年収を問わず加入することになる。老後の給付を手厚くする狙いだが、保険料負担が生じる。厚生年金の年収要件は、106万円の壁、と呼ばれ、保険料負担を避けるため働く時間を抑制する要因ともされてきた。 一方、政府、与党は国民民主党の主張を踏まえ、年収が103万円を超えると所得税が発生する、年収の壁、お見直し、非課税枠の引上げを検討中。これに対し厚生年金の年収要件をなくせば、手取り収入が減ることになり、曲折も予想される。橋本氏は、いいね。働いて収入が発生すれば本人が保険料を払うのは当たり前。 その代わり年金も増える。何の問題もない。問題は扶養控除だ。配偶者や子供等について税額控除で対応すべきだが、特に子供についての税額控除が子育て税制のキーだ、と自身の見解を綴った。